皆さん、こんにちは。女子プロゴルファーで2022年は年間女王に輝いた山下美夢有さん。6月18日、国内女子ゴルフツアー日レーレディースの最終日、袖ヶ浦カンツリークラブ新袖コース6621ヤード、パー72にて賞金総額1億円、優勝1800万円をかけて行われました。第1ラウンドから首位を守ってきた山下美夢有さんが完全優勝で今季4勝目、節目の通算10勝目を挙げました。この日で21歳320日の山下美夢有さんは通算10勝目としては宮里藍さんの20歳105日に次ぐツアー史上2番目の年少記録となります。従来の2位だった稲見萌寧さんの22歳108日を抜いています。この日は父の日。表彰式後のインタビューで山下美夢有さんは涙声で語りました。今日は父の日で10勝目を挙げることができて嬉しく思います。コーチである父はいつも支えてくれて、ゴルフ以外でも私のために頑張ってくれていて、こうして結果で恩返しできて嬉しいです。山下美夢有さんは2位の岩井明愛さんを4打差、3位の岩井千怜さんを6打差リードしてスタート。前半を終えて岩井明愛さんに一時は2打差に迫られましたが、最後まで追いつかれることなく見事逃げ切りました。3バーディーノーボギーの69と3つ伸ばし、通算17アンダーの199、史上初めて姉妹で最終日最終組を回った岩井姉妹に注目が集まっていましたが、終わってみれば2位の岩井明愛さんとは3打差。昨季は年間女王として輝き、今季も年間女王争いの先頭を走る山下美夢有さんが持ち前の強さを見せつけました。昨年は母の日に国内メジャー初制覇を果たした高校娘は、まだまだ試合が続いていきますが、自分らしく皆さんに楽しんでもらえるようなゴルフを目指して頑張りますと語り、これからも両親への感謝を胸に最強女王は止まることなく突き進んでいくでしょう。そんな山下美夢有さんの生い立ちや最強女王が記録したゴルフでの活躍について詳しく見ていきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。まずプロフィールから見ていきましょう。お名前は山下美夢有さん。2001年8月2日生まれの21歳で大阪府寝屋川市の出身です。家族構成はご両親と弟と妹の5人家族で、弟の正幸さんもアマチュアゴルファーとして活躍されています。そんな山下美夢有さんがゴルフを始めたのは5歳の時で、お父様の練習について行ったことがきっかけでした。お父様に関する選手としての情報は見当たらないため、おそらくお父様は趣味としてゴルフをされていたようですね。その後メキメキと上達し、2011年の小学校4年生の時には富士フィルムスタジオアリスジュニアカップ小学3、4年生の部にて優勝を果たしました。さらに2013年にも富士フィルムスタジオアリスジュニアカップ小学5、6年生の部で優勝を果たすなど、幼少期から実力が光っていたことがうかがえます。そして中学校は寝屋川市立第7中学校に進学し、3年生の時に開催された日本ジュニア女子12歳から14歳の部で4位に輝きました。その後高校はスポーツの名門である大阪桐蔭高校に進学すると、2018年の全国高等学校ゴルフ選手権大会春季大会にて2位、さらに高校生ながら日本女子オープンにも出場し59位タイにランクインしています。そしてついに高校3年生の時に出場した全国高等学校ゴルフ選手権大会で全国優勝を果たし、アマチュア選手ながら全国に名を轟かせました。さらに同じく2019年に開催されたトヨタジュニアゴルフワールドカップでは JGA ナショナルチームに選出されていない選手としては異例となる日本代表で出場します。そこで日本チームの団体優勝に大きく貢献し、さらに期待の選手として注目されることとなったようです。その後同年11月のプロテストで見事合格すると、翌年1月から正式に日本女子プロゴルフ選手としての活動をスタートさせました。しかし記念すべきプロ1年目となる2020年は新型コロナウイルスの影響を受けて例年とは異なる形となります。それでも2020年に開催されたス
タンレディースゴルフトーナメントで5位タイにランクイン。そして2021年に開催された KKT 杯バンテリンレディースオープンでは最終日に7バーディーという圧巻の内容でついにプロ初優勝を飾りました。しかも14アンダーという大会記録を更新しての優勝に一気にスター選手へと上り詰めていきます。そして2022年、山下美夢有さんの才能が開花する1年がやってきました。ツアー4戦目となるアクサレディースゴルフトーナメント in 宮崎で2位に入ると、5月に開催されたワールドレディースチャンピオンシップにて初日にコースレコードとなるスコア64を記録します。その後も最終日まで首位を走り続け、2位に3打差をつけて初のメジャー制覇を達成しました。さらに6月に開催された宮里藍サントリーレディースオープンゴルフトーナメントでは最終日に逆転優勝を決め、この優勝によって全英女子オープンへの出場権を獲得します。そして自身初となる海外メジャーに挑戦した結果、13位タイという好成績を収めており、山下美夢有さんにとってとてもいい経験になったのでしょう。全英女子オープン帰国後は看取りレディースゴルフトーナメントまで8戦連続でトップ5入りを果たし、日本人選手トップ5最長記録を更新しました。海外から帰国後ということで疲れが残る大会もあったと思いますが、山下美夢有さんはタフに戦い抜いたのですね。さらにその後も9月に開催された宮城テレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメントでは初日に12バーディーノーボギーの成績で18ホールのツアー最少ストロークの新記録を達成します。そして結果的に大会新記録となる18アンダーで優勝を決め、プロ通算4勝目を記録しました。その後も山下美夢有さんの勢いは止まらず、11月に開催された伊藤園レディースゴルフトーナメントで逆転優勝。この優勝により日本人初となる1年間での獲得賞金2億円突破を果たしています。21歳にして年間賞金2億円を獲得するなんて一般人には考えられない出来事ですよね。そして2022年は結果的に史上最年少記録を更新する21歳103日で年間女王に輝き、シーズン最終戦となる JLPGA ツアーチャンピオンシップではプレーオフを制してプロ通算6勝目をマークしました。最終的に2022年の年間獲得賞金は日本人選手最高額となる2億3502万967円というダントツ1位で締めくくっています。アマチュア時代から数々の功績を残して有名選手であったものの、この2022年の活躍は歴代記録を次々と更新する山下美夢有さんにとっても記憶に残る1年となりました。そして期待がかかった2023年でしたが、シーズン開幕当初はなかなか調子が上がっていなかったとか。それでも4月に開催された富士フィルムスタジオアリス女子オープンで今季初勝利を決めると、5月に開催されたブリヂストンレディースオープンでは18アンダーで2位に7打差をつけて優勝を決めました。調子が上がっていない中で、おそらく期待やプレッシャーなどもかなりあったと思いますが、それでも山下美夢有さんはそれをはねのけて結果を残せる選手なのですね。そしてさらに5月28日に最終日を迎えたリゾートトラストレディースに出場すると序盤から首位に立ちます。途中2位を走っていた佐久間朱里さんに並ばれる場面もありましたが、それでも4メートルものロングパットをねじ込むなど再び単独首位に立ちました。その後は9番まで3連続バーディーを記録するなど、前半終了時点で2位に4打差をつけると、そのまま逃げ切って単独優勝を果たします。山下美夢有さんは試合前から2週連続で優勝できたら嬉しいと語りながらも、まずは1打1打自分のゴルフをすると強い意志を明かしていました。首位に並ばれた時も焦りはなかったそうで、2日連続ボギーなしとなる圧巻のラウンドで締めくくっています。爽やかな笑顔からは想像できないほど鋼のメンタルを持っているようですね。それだけ自身の練習や実力に自信を持って日々取り組んでいるのだと思います。そしてこの2週連続優勝は山下美夢有さん自身初となる快挙でした。きっと
とても思い出に残る2週間になったのではないでしょうか。山下美夢有さんの将来にさらに期待がかかっています。もしかすると今季は2022年の記録を大きく超える大活躍や大記録が続々と見られるかもしれませんね。今後も山下美夢有さんの活躍に注目していきたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。